瀬戸内海のゴミ問題への関心を高めてもらおうと、岡山市内を流れる旭川の河川敷で清掃活動が行われました。山陽新聞社が NPO 法人グリーンパートナー岡山などと行ったもので、およそ150人が旭川河川敷のゴミを拾いました。川のゴミが瀬戸内海に流れ出る前に拾い集め、海ゴミを減らそうというものです。思ったより多いですねなってくれるとありがたいです。本当に危機が来てるんだよっていうのを知っていただいて、未来の子どもさんたちのために意識改革に皆さんと一緒にやっていきたいと。プロジェクトでは今後もさまざまな取り組みを行い、持続可能な社会の実現を図りたいとしています。